お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、6100に、まあ、到達いたしましたということで、まあ、そちらのですね、リプレイ解説の方をやっていきたいと思いますで、61来たんですけど、そのデッキが結局これなんですよね。結局最近、まあ、出してたやつなんですけど、まあ、同じやつですね。この、まあ、いわば外役と呼ばれるし、まあ、やつなんですけど、まあ、またこれかって思われるかもしれないですけど、またこれかと。まあ、そこは勘弁してくださいということで、なんですけど、ちょいとここのウルトラレア宝箱が溜まったんで、これもうマジアチャじゃないと意味ないです。僕マジアチャ以外関数なんで、はい、まあまあまあですよね。もう分かってた。はい、ということで、あ、待って、これもある、これ美味しい、これもうマジアチャじゃないと意味ない。マジアチャだったらありがたいけど、おお、やば、来た、めっちゃいい。でこれもあと9枚集まればもうウルトラフル関数、やば、めっちゃラッキーということで、まあリプレイなんですけど、最後がこれですね。最後が、まあ、ベッカディガっぽいとの試合で、まあそれからいくかな。はい、ということで、でまあこちらのデッキのもう何回も紹介したんですけど、まあまたですね、ちょいっと紹介したいと思います。でなんだろうな、もう で、まあ、初っ端はディガーカウット、初っ端使うとしたらもうディガーカウット、どっちかで、どっちもなかったらまあ初手テスラーもありですし、初手後ろアイスイズもありですね。まあそれぐらいですね。でまあここはしっかりテスラーと、まあバルキリーと、ここはトルネード使って、まあ、防衛していきますね。もうこの時点で、まあ、相手のデッキは分かっているので、なのでやっぱデッキ分かることすごい大事ですし、大事。はい、でもうここはもうガンガン、こっからですね、この相手の五分具合に対してはもうこれディガーともポイズンでもうどんどん使っていきますね。相手の五分具合は庶民、こっちからしたらありがたいですね。ずっとポイズン打ってればいいんで、五分具合に対して。でも相手の城にダメージ与えれても、これは美味しいですね。でこのデッキの弱点がですね、まあ、言ったらそのターゲットを取るユニットがいないんですよね。待って、取れてるか、そのペッカに対してだと、まあ、陸ユニットが、まあ、言ったらアイスウィズ、アイスウィズと、まあ、バルキリー、まあ、いるっちゃいるんですけど、言ったらその2体しかいないんですよね。あと、まあ、ディガーかなんで、言ったら、まあ、ペッカとか意外としんどいですね。もうここは左右にっていうか、しっかりリガー飛ばして、それを防衛させてですね、でその間に、しっかりテスラと、まあ、アイスウィズとテスラが強いですね。でもここは、しっかりトルネードとテスラを使って防衛していきます。で、このゴブ小屋も、正味相手多分ポイズンが嫌だったのかもしれないですけど、このポイズン届くんですよね。よいしょ。とりあえずウッドでこのエリゴブ飛ばして、これもこのポイズンはありがたいです。ありがたい。でロケットをこのデッキ相手に飛ばしてしまうと、ペッカゴーストユーノだったりディガー飛ばされて、結局その陸受けがしんどいので、ロケットはもう最後の最後まで使ったらダメですね、基本的に。でここしっかり守って、まあ、バルキリーがいい。しっかり守ります。もうここはもう守れます。でも残りこの1200とかになったら、もう勝ちみたいなもんですよ。これもうロケットポイズンウッドのディガーでも勝ちです。で、ここで、どうすんだ。一回ディガー飛ばすかな。一回ディガー飛ばして、ポイズン。でまあ、このディガーもペッカで読まれたんですけど、まあ、ここでもポイズンが入ってるのでダメージ。今日めっちゃ噛む。はい。で、ここもしっかり防衛して、でまあ、あと980なんで、ロケットのダメージが確か620ぐらいなんですよね。620ちょい。で、ウッドが123、123ですね。123。で、ここはなんとか、ペッカ一発入るんですけど、まあまあまあ、少々は。と思ってたらやばいですよね。めちゃくちゃ削られて焦ったんですけど、ここはもうロケットとポイズンで
落ちますね。ポイズンが約290で、ロケットが620なんで、なんぼや900ぐらいか。これロケットポイズンとウッドでまず1000ダメージ削れるんで、それでリガーあればもう1200ぐらいまで削ればもう勝ちですね。あとは引きこもって、で今度はこのラバルですね。でこのデッキ、あの真面目にジャイしんどい、ラバしんどい、ゴレしんどいんですよ。今の環境の、環境のというか、結構その辺に対して余裕だと思えるんですけど、マジでしんどいんですけど、このもうアリフです。もうラバ世界でももう、もうトップ1、2ぐらいのラバ使いにまあ勝てた試合です。この相手がまあこのプレイがなんかそんなって思ったのもあったんですけど、でこのまあディガーがすっごい美味しいです。これディガーだけで600ぐらいかな持っていくので、でここは、まあ、一マス内側にテスラですね。じゃないともう一マス右だとバルーンが釣れないんですよね。でここはあとアイスウィズを使って、あともうここでしっかりロケットを使って、まあ、ロケットとアイスウィズの範囲攻撃でバルーンを処理していきます。でそうだな、で基本的にバルキリーは多分出さないですね。相手ラバールーなんですけど、バルキリーを出したところで相手のこの縦線だったり、まあ、墓石にしか意味がないんですよ。あとはもう相手のメガゴとガゴにただただ守られてアドを取られるので、この試合ってか相手がラバルだとバルキリーほぼほぼ出さないですね。まあ状況によりますけど、でここはメガゴが右側に寄ってたのでテスラは右側に、でディガーも飛ばしつつですね、しっかり攻撃をしていって相手にそのまま防衛させたりしなかったら、まあしっかりダメージを取っていかないと良くないですね。でここで、まあ、少々のダメージを許容ですね、はい、許容しないといけないです。今のトルネードを使ってしまうと、うまかったらもう単体バルーンが逆サイすぐに来ててやられちゃってましたん でここでまあ縦線がと思ったらウッド。でこのロケットもありがたいですね。ロケットじゃないバルーンか、ありがたい。でもうここでもういけるんちゃうと思いましたね。でもまあまあまあここでまあポイズンってディガー飛ばしてもメガゴで結局処理されてカウンターされると思ったので、でしっかりポイズンでダメージ与えて、ガゴはトルネアイスウィズで処理できるんでメガゴが厄介なんですよ。でここはもうトルネードで、ここはバルキリーでそのガゴのターゲットを取ってあげて、テスラの延命でこのラバパピーとガゴの処理をします。でこういう時は竹取り用の、まあ、バルキリーはありかなと思います。それ以外の後ろからバルキリーとかは正直もうただただ4アドを捨てることになるので良くないかなと思います。でここテスラ置いて、あと ロケットウッドで勝てるので、ここはもうしっかり防衛して、まあこの試合を見る限りはもう相性ゲーやんかと思われるかもしれないんですけど、言うほど相性が良くはないんですよね。これもなんかめちゃくちゃうまくいった試合ですね。で、まあ、ラストがでホクに対してはまあ相性がいいんで、でこのジンギスの、まあ、ジンギが要は無理です。でこの人のジンギはマジでめちゃくちゃうまかったです。なんか攻防の中で急に端前からアイゴレインドラしてきて、もうどうにもできなくても飽きるみたいなのもありましたね。普通に端前からアイゴレインドラなんかしないっすもん。あの人の人間マジでクソうまかったっすね。ということで最後に、まあ、ジャイボーラーの3スペ相手ですね。でここはまあしょっぱなウッドがあるんでウッド転がしてですね。でここで別にバレル飛んできたとしても、まあ、トルネードがありますし、端前からアウトロー来てのバレルでも別にアウトローに対してまあバルキリー当ててみたいなで、まあ、多少はダメージ受けるかもしれませんけど、まあ、そんな気にしなくて大丈夫です、ね、でここで本当はロケット打ちたいんですよね。ロケット打ちたいんですけど、まあ、ロケットが回ってないんで、しかも逆サイにリガー飛ばして逆サイになんかユニットを出させようとしましたけど、相手はこう無視してきました。まあボーラーにはバルキリーを当てて、でもアイスウィズとテスラでこの遅延プラスのテスラのこのダメージが強いで、よしよしね、ここはもう
美味しく、ウッドでこのさらにちょっと100ぐらいですね、ダメージ入るのも大きいですよ。でここで暇だったんで、もう暇だったっていうかな、アド取ってるっていうのは分かってたんで、でもここでポエツンですね、あのタイミングでテスラ置いてしまうと、テスラとか相手がジャイ展開した時にもテスラの HP が半分ぐらいしかなくて、結局その突破されてしまうんで、あそこはまだ待ちましたね。なんで削りのポイズをやりました。で相手はロケット持ってること知らなかったんで、ボーラー兼タワーにロケットダメージ与えて、でこのミニペッカも結構厄介で、このミニペッカが残るんですよね。でこのトルネードが間に合わなくて一発、この一発が超痛いんですけど、でこのザップからのこの一発、まあ相手も上手いですね。しっかりダメージ稼げるところで稼いできますね。でこうディガー飛ばして、相手のこのマスキも美味しいですね。これはもうポイズンでいただきます。でこういうのあったらもうガンガンポイズン使います。ですけど唯一こういうのでポイズン使ったらいけないのはスケラーですね。対スケラーの時にしてはいけないことは攻めポイをすることですね。それだけはマジでしたらダメです。相手がスケラーの場合はもう言ったら勝率というかもう相性的にはもう 9-1 ぐらいで相性いいので、攻めポイズンをしなければ絶対勝てるので、毎回防衛ポイズンを繰り返していればスケラーに対しては絶対ですね。ほんまにめちゃくちゃもう絶対っていうぐらい勝てるので、対スケラーに対しては攻めポイズンをしたらダメです。でここはアイスウィスとディガーと、もうここもめっちゃ危なかったですね。で、まあ、テスラでマスケット処理してもういやー危ない、めっちゃギリギリで、このメガゴンもジャイマ入ってやばいんですけど、なんとかなんとかで、ここでも攻めるしかないと思って、このあいつはもうミニピカメガゴしか言ったらないわけじゃないですか、こう見たら。なんでここディガーからのロケットでもメガゴが来てもミニペが来てもロケット処理でディガーとポイズンで、まあ GG っていう感じですね。でまあ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 というまあまあ意外と使うの難しいんですよね、意外と。うん、まあ本当に使ってみたら分かると思いますけど、まあ楽しいっす、めちゃくちゃ楽しいっす。はい、なんでよければぜひ使ってみてくださいということで、6-1いきました。で今ちょうどあれなんですよね、ローカルが1、2、4位ファブゲーミングに並んで、でもこの3位はちょっと KK が邪魔してきましたね。はい、ということで今ファブみんな頑張ってます。7位に今ダディパイセン見てということで、まあ、トロアゲの今シーズン展開いきたいですね。あと4日あるんで、どうにか展開いきたいなと思います。まあ、多分このデッキで展開いくんで、その時にまたリプレイ上げれたらいいなと思います。では以上になります。よければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。では、バイバイ。